ファミコン全ソフト実況。どうも、タビアンです。今回はバルーンファイトプレイしてみたいと思います。1985年任天堂さんのアクションゲームですね。さあ、このゲーム2人同時プレイも楽しいんですけども、今回のクリア条件はこちら2つあります。1つ目はお一人様プレイで4面クリア。まあループ一応するんでね、まあ13面とかでもループするんですけども、まあ4面でいいでしょう。そして2つ目の条件、これがね難しい、バルーントリップでランク1。バルーントリップもまあエンディングとかはなく、あのループするんですけども、一番端というかね、ランクがあの順番に、ランク1に向けて40ぐらいから始まるのかな、ランク1まで下がっていって以後ループになっています。さあやっていきましょう。 GO！あ、スタートダッシュ失敗。危ない危ない危ない。1面。敵をね、敵の風船を割って、倒せば1面クリア。2面目。スタートダッシュでこれ。緑のやつはちょっとなんか手強いのかな。そして左右がこれね、画面ループしてこんな感じで。行き来することができます。敵な、こいつやる気ないのか。イエーイ、2面クリア。早い、うまい。なんかね、一番下に危ない魚が控えてるんですよね。さあ、ボーナス面。プログラマーのね、元任天堂社長のお亡くなりになった岩田さんがね、プログラムを担当したという話もあります。バルーンファイト、いや動きがこれ爽快ですよね。なんとも言えないこの A ボタンの押し具合、もうね何度もプレイしてますから、これはなんか簡単に動かしてるように見えますけど、パーフェクト。結構なんか独特の動きしますよ。言葉では表せないですけどね。さあ、4面目。ノーミスでもうクリアしたいね、これ。結構ね、敵の風船を割ると反動でね、余裕！以上、バルーンファイトでした。まあ、もうちょっとね、画面構成が違ったりするんですけど。まあまあ、いけますよ。はい。ウォーミングアップはこれぐらいにして、次行きましょうかね。なんか魚にね、食われるんですけど、岩田さん曰くこの魚、おい！魚ね、左右になんか動いてるらしいですよ。見えないところでね。おい！おい！おい！クリア条件、一つ目、終わりました。さあ、二つ目のこのね、バルーントリップ行きたいと思います。行くぞ。これ強制スクロールで風船が置いてまして、ランク50 40、じゃなくて50か。でまあ風船はできるだけ取った方がいい。あと魚いるからね、下に。まあね、でもビリビリに当たったらアウト。さあ、こっからね、ビリビリが動き始めます。そしてランク42までなりましたけど、まあ要は強制スクロールに耐えて風船を集める。まあ風船は無理して集めなくても、でこのシャボン玉取ると一旦小休止ができるっていうね。小休止しない方がいいかもしれないけどね。怖いよ。あー、ビリビリー。ランク35。
これをランク1までいきたいと思います。もう一回だ。ランク1まで。危ない、魚に食われる。風船をうまく上手にね取ればもっと高得点なんでしょうけども、まあ友達とねやるときはランク、まあ得点勝負とか面白いかもね。危ない危ない危ない。これね、左右をもうこの風船取らない方がいい。うん、流れで行った方がいい。まあ、それぞれの後ろ向きで飛んでおります。これ A ボタンだけでもう行くとかね、結構安定するからね。左右に動くともうね制御が効かなくなるんだよね。ランク30。おい、危ない危ない、緊急回避。よし、広いとこ来た。ランク34、最高記録更新。こっから勝負、ここでセーブしたい。ミニファミコンだったらセーブできるけどね、今回ロムカセットでやってますんでセーブ機能ありませんよ。斜めに動いてくるやつ来た。斜めに動いてくる。あ、場所がもうないんだけど。ここか、この狭いとこ。あとこれ、この辺からもうねやるたびに雷の動きは変わるっていうね、何回やっても開けよう。こう突っ込んだー。よし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 、風船を取る余裕はもうほぼないですね。ここここ行け、いったー。真ん中通ったぞー。ランク23、このチャンス生かしたい。このチャンス生かしたい。どこだ。風船、うぅ、狭い狭い狭い。よっしゃー。ここ見えた見えた、真ん中真ん中見えたか。いや、ここ狭い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 。くおっしゃ、いったー。ランク21。いや、もう無理ですよこれ。戻し作業嫌だ、斜めばっかり。危ない危ない、安定してない。で、あんま下行きすぎるとね魚に食われるし。いや、もう風船なんか二の次ですよこれ。風船は風船取る余裕はありません。自分の体を安定させる。あんま下行くともうやられちゃう。17。いや、もうクリアしたいこれ。前前に行くか、それとも後方から行くか。くわー、やばいやばいやばい。よし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 、シャボン玉は取りたくない。もうできればできれば流れで行きたい。よしよし、ここ下入れる。よし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 、ここ上上下、真ん中真ん中をキープ、真ん中をキープ。早いやつが来るのが嫌。怖い怖い。ランク12、いける。あー、ここ下怖い。あ、上から出てきたら終わりですよこういうとこね。あんま上行きすぎると。よしよしよし、危ない、これはやばい、危ない危ない危ない。ガー、ランク10。今のとこ逃げ場がない。戻し作業をしたいと思います。さあ、もうすぐランク10戻ってきたぞ。ランク11。さあ、ここから勝負。時間差、もはや前に行くか後ろに行くか、それが選択。ランク10きたー。さあ、2回目のチャンス。ここまで何度もやられました。斜めに動く。うぞ、行くか行かざるべきか。行った。ランク9、カウントダウン。ランク早い早い早い。よし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 、中央中央中央をねキープできない場合もあるんだよね。ほらほら、たまに早いやつが来るから気をつけて。もうちょっと前に行きすぎるとやばい。この間か、この間。よっしゃ、ランク5。早い早い早い、ここ間。よっしゃ、ここで止まれ止まれ。44来たけど、これ狭い狭い狭い。おーし、よし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 、ランク2。ランク、うそー、ここ狭い。ぐわー、ランク1やりましたー。みなしクリアー。今、VAR 導入されてたらやばかったね。審判が。ランク1、
到達成功。まだこれカメラ間違って出しちゃった。あれですよ、興奮してね、バルーントリップでランク1、画面上ランク1出たから、うん、ここはホームゲームですからね、クリアということで。いや、危なかった。もう2020年シーズンね、 J リーグも VAR ビデオアシスタントレフェリーね、導入されましたけど、ここにアシスタントレフェリーはいませんからね、私が審判だ。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次のファミコンソフトでお会いしましょう。さよなら。クリアできました。